クロス FM アニチュン、この時間は夏穂とゆぶきがお送りしています。代わってお届けするのはラブライブサンシャインに登場するスクールアイドルユニットセイントスノー。今夜はなんとご本人からのメッセージコメントも届いています。あー楽しみ。コメントの前に一曲聴いていただきましょう。セイントスノー、昨年8月にリリースされたファーストシングルダズリングホワイトタウンからの一曲、アフターザレイン。九州福岡アニチューンをお聞きの皆さん、そして福岡のエンジェルメイトのみんな、アニジューアニジュー、ラブライブサンシャインのスクールアイドルユニットセイントスノーの数野聖羅こと田野あさみと、数野リア役の佐藤ひなたです。ということで、はい、私たち2人はですね、はい、北海道出身の姉妹ユニットなんですが、うん、はい、なんとこのラジオを聞いてくださってる皆様は福岡九州の皆様ということで、はい、福岡九州のエンジェルメイトの皆さん元気ですか？元気ですか？ねえ、元気だよ、元気だよ。皆さんね、あの配信とかで見てくださった方もいらっしゃるかもしれないですね。いらっしゃるかもしれないんですが、はい、私たちね、ライブを行いまして、はい、なんとラブライブサンシャインセイントスノーファーストギグウェルカムトゥダズリングホワイトタウンというライブをやったんですが、はいはい、その時にね、皆さんももしかしたら配信の方とかで見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、早速なんですがね、アニチュンさんから質問が届いているらしく、はい、まず一つ目、オーケー、福岡といえば博多弁、好きな博多弁とあればぜひ一言お願いします。もう速攻あるわ。ありますか？もう速攻あります。もうこんなに全力でいいって言ってくれんだって思う、よかよ。あ、もうわかる、全肯定。もう全え、いいの、よかよみたいな、当たり前だよ、いいに決まってんじゃんっていう感じ。すごいいいっすね、よかよ。よかよってさ、良いんだよ。よかよは良い、よかよは良いです。良い、なんばしよっとみたいな、いいよね。ありますよね、なんかけん、なんとかやけんみたいなのありますよね、うん、っていうのは、うん、女の子が喋ってるの聞くとちょっとキュンとしちゃいます。しちゃうよね、うん、こう九州地方で言うとスキッチャとかもね。あちゃちゃいいですよね。語尾、語尾いいですね。全部よかよ、よかよ。よかよということでですね、はい、よかよと、と、ナムショットがね、いいですよね、が好きっていう感じですね。憧れですね。うん、私もいつか話せるようになりたいです、うん、さあ、そしてもう一つ質問答えたいと思います。はい、雨が多くなる梅雨の季節、雨は好きですか？雨の日の好きな過ごし方などあれば教えてくださいと。雨は好きですか？あまり好きではないです。おお、それはなぜ？あの雨上がりの後くしゃみが私止まらなくなるんですよ。アレルギー的な？わかんなくて、うん、すごいくしゃみが出るんですよ。うんうん、だからあんま好きではないし、うん、雨の時ってちょっと室内がちょっと湿っぽくなるんで、ね、うん、私は除湿機の隣にいるのが好きですね。おお、雨の日の過ごし方ね。はい、除湿機の隣で過ごします。おお、今日ね、私ちょうど今ね、持ってきてたんですけど、はい、この雨、うん、雨の時に私傘をね、はい、ちょっとこう虹色のね、うんうんうん、傘にしてるんですよ。へえ、そんなのがあるんですね。そう、だから開いた時にこう虹がかかってるみたいな、かかってるみたい、みたいというか、なんかこう虹っぽい、虹っぽいみたいな傘があって、それでこう楽しむという過ごし方をしているんですけど、うんうんうん、雨の中歩くのも明るくなる気持ちに。そうそうそう、でもやっぱ雨が上がると虹とか出ると嬉しいじゃないですか。嬉しいですね。そんな似たような楽曲を私たちも実はありますね、持っていて、なんという楽曲ですか？それはアフターザレインという楽曲になってます。ねえ、いいですよね。もうまんまそれが言った言葉ですが、ちょっとバラードっぽい曲なんですが、はい、この曲もね、うんうん、実は冒頭でお話ししましたが、はい、その私たちが単独で行ったライブファーストギグでも歌わせていただいたんですが、はい、なんと私たちセイントスノーですが、はい、昨日ラブライブサンシャインセイントスノーファーストギグウェルカムトゥダズリングホワイトタウンブルーレイメモリアルボックスを発売させていただきました。ありがとうございます。そう、このボックスの中には、はい、そのライブで歌ったアフターザレインという曲も入っているんですけど、うんうんうんすね、本当にね、この楽曲歌い始まる前にちょっと雨音が聞こえてて、そうですね、雨が降ってるんだよね。パラパラ、だけど途中で上がるんですよ、雨が。
で後ろのスクリーンもちょっと日が入るというか、すごい青空が、そうなんですよ、広がるので、ライティングも綺麗だし、だからこうちょっとね、雨が多くなるこの梅雨の季節にちょっとこう皆さんの心が晴れたりとか、なんかこうパッと明るくなって虹が出るような気持ちにもなる曲だと思いますので、ぜひぜひこのアフターザレインもこのメモリアルボックスの中にも入っているので聴いていただけたらなと思います。詳しくはですね、ラブライブ公式ホームページにてチェックしてください。ということで、九州福岡アニチューンをお聴きの皆さん、今回たくさんお話ししましたが、メッセージ聞いてくださってありがとうございます。私たちのブルーレイ、よかよよかよ、もうね、福岡の言葉、大好きです。ご飯も好き、ご飯も好き、明太子好き全部だね、通りもんも大好きです。なのでぜひ、私たちが、九州福岡アニチューンにお邪魔する際はぜひぜひ皆さんまた、お話できたらいいなと思います、はい、ありがとうございました。以上、セイントスのカズノセイラこと田野あさみとカズノリア役の佐藤ひなとでした。アニジュクロス FM アニチューン、メッセージコメントとともにお届けしたのは、ラブライブサンシャインに登場するスクールアイドルユニットセイントスの昨年8月にリリースされたファーストシングル、ダズリングホワイトタウンからの一曲、アフターザレインでした。セイントスノーさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。お二人のユニット感がもう喋ってるだけで伝わってきますね、うん、そうですね、うん、もうなんかよかよっていうのがさ、はい、なんかポジティブになって、うん、やっぱ田野あさみさんの引っ張ってくれるようなことと、うん、あと佐藤ひなたさんの後ろから支えてくれるようなね、話しぶりが、うん、とってもユニットとしてマッチしていて、うん、なんか聞いていて、うわ、この二人のパフォーマンスはさぞ素晴らしかろうって思いましたね。でもお二人のもう仲良くてこう慣れた感じとかもね、うん、もうメッセージから伝わってきますよね。そうですね、はい、そしてこのアフターザレイン、セイントスノーといえばかっこいい楽曲とかもとてもイメージあると思うんですが、うん、その中でもバラード曲ですね、うんうん、やっぱ伸びやかなね、高音の中にもでもやっぱりかっこよさっていうのがあって、この高音の、うん、キンっていう音、響くような音がすごくね、女性的で魅力があるなって思いました、うん、はい、もう女性の魅力がもうバンバンもう感じますよね、うん、そうなんです。お二人がこう交互に歌うところもね、本当に感動しますよね、うん、そうですね、はい、そんなセイントスノーさん、もう説明はいらないんじゃないかなと思うんですが、うん、セイントスノーはラブライブサンシャインに登場するスクールアイドルユニット、メンバーのカズノセイラのキャストを田野あさみ、カズノリアのキャストを佐藤ひなたが務めています。はい、はい、セイントスノーはね、主人公のスクールアイドルユニットアクアのライバル関係にあるんですけれども、うん、でもね、そのライバルって言いつつもしっかりアニメ内では、うん、この切磋琢磨していくと言いますか、うん、頼り頼られをしっかりしていくんですよね。してますね、うんうん、もうどんどん切磋琢磨してどんどん上を目指していこうみたいな、うん、そういうところもオタクからするとこう燃えますよねそうですね、そしてラブライブシリーズのアイドルといえば、はい、ミューズやアクアの王道可愛いアイドルっていうのもとても有名ですが、うん、セイントスノーは真逆で本当にかっこよさがありますね。そうですね、うん、とっても本当にライブの時にも一気にボルテージが上がりますね、うおーって感じ、はい、セイントスノーが昨年行ったファーストライブのブルーレイ、ラブライブサンシャインセイントスノーファーストギグ、ウェルカムトゥダズリングホワイトタウン、ブルーレイメモリアルボックスが昨日リリースとなりました、はい、公式 YouTube で視聴動画も公開中です。待ってた、はい、待ってました、待ってました、もう本当にコールをしたくなりますね、はい、そう、コロナ禍じゃなかったらね、もう思いっきり声を出してみんなで盛り上がりたいようなライブとなっておりました。はい、実際に公式 YouTube のライブ映像を見させていただいたんですが、二、うん、人の歌唱力がすごいですね。そうなんですよね、もう安定感があって、うん、もうだからもう余計に盛り上がるんですよね、はい、で、あとダンスナンバーも結構多くって、うん、もうね、お衣装もね、メンバーのまんまなんですよね。もうそこもね、再現してくださってありがとうございますというか、ありがとうございます、はい、うん、そうなんです、うん、はい、ラブライブサンシャインスクールアイドルユニットセイントスノーファーストライブのブルーレイでセイントスノーの歴史を振り返ってみてはいかがでしょうか。クロス FM アニチュン、ここで一旦コマーシャル。いらっしゃいませ、ラブライブは遊びじゃない。クロス FM アニソン専門プログラム、アニチュン、アニチュン、私気になります。アニソン専門プログラム、アニチュン、アニチュン。